こんにちは、こんばんは、のぞみです。怖い話ベストを読んでいきたいと思います。物語の結末は皆様の想像にお任せします。私は幼い頃から霊感があるらしく、不思議な体験をすることが多くありました。その中でも一番怖くて後悔した心霊体験をお話ししたいと思います。これは私が小学6年生だった時のお話です。当時私は学校にあった吹奏楽部に所属していました。卒業の年ということもあり、それまで以上に後輩との交流が増え、たくさんの後輩と仲良くなりました。その中でも、真央ちゃんという一つ年下の女の子とすごく仲良くなりました。住んでいる場所が近いということもあり、一緒に下校したり、遊んだりということがとても多くなりました。真央ちゃんはとても可愛かったのですが、どこか不思議な雰囲気があり、そして、霊感の強い子でした。ある日、私と真央ちゃんと A ちゃん、B ちゃんの4人で、コックリさんをやることになりました。興味本位で私たちは、その禁断の遊びに手を出してしまったのです。放課後、部活が終わってから、人があまり通らない階段のところで4人集まり、コックリさんを始めました。コックリさん、コックリさん、いらっしゃいましたらイエスと答えてください。しばらくすると私たちの指が触れている10円玉が動き、ぐるぐると回り出します。驚いて私たちは声を上げました。けれど、私は内心誰かが動かしているだけだろうと疑っていました。いくつかの質問をして、また呪文を唱えて終わる。その繰り返しをしていました。毎日のように放課後4人で集まり、コックリさんをやるのが日課のようなものになっていました。そんなある日、いつものようにいくつか質問をして終わろうとした時です。コックリさん、コックリさん、お帰りください。いつもならイエスのところで止まって終わるのですが、その日は違いました。何度繰り返してもノーのところで止まるのです。私は誰かがいたずらしているだけだろうと思う反面、恐怖心でいっぱいでした。さらに体が石のように固まって動けなかったのです。みんなの顔を見ると、顔が真っ青になっていました。誰かがいたずらしているとしたら、誰かしら普通の子がいるはずなのですが、みんな様子が変なのです。すると、今度は今まで脳に止まり続けていた10円玉がぐるぐると髪の上を回り始めました。その異様な光景に顔を真っ青にして震えている子もいます。たまらず泣き出す子もいました。だけど指は絶対離してはいけないという約束があったので、みんな必死に
10円玉に指をつけていました。その時です。何してるの？もう下校時間過ぎてるわよ。見回りの先生に見つかってしまったのです。私はもちろん、みんなびっくりしてしまい、絶対に離してはいけない指を離してしまったのです。私はとっさに髪をくしゃくしゃと丸め、後ろに隠しました。ちょっとみんなで遊んでたんです。みんな口を揃えてそう言ってごまかし、先生を遠ざけました。どうしよう。指離しちゃったね。髪も汚しちゃった。私たちは恐怖心のあまり涙ぐみながらも決めました。とりあえず髪は燃やし、十円玉は埋めること、そして4人で神社に行ってお祓いの意味を込めてお参りすることに、そしてその後はコックリさんをやろうとは一切誰も口にしなくなり、忘れかけていた時です。吹奏楽部では6年生を送る会が毎年開催されているのですが、私たちは卒業ということもあり、それに参加することになりました。放課後の夕方5時から夜8時くらいまで開かれたその会で、私たちは楽しいひとときを過ごしました。そしてその会が終わり、みんなで片付けをしていた時でした。その会は体育館で開かれたのですが、楽器の保管は本館の多目的室なので、本館東口の端っこにある多目的室に楽器を運ぶ作業をしていました。私は真央ちゃんと喋りながら薄暗い渡り廊下を渡り、非常ベルが赤く不気味に光る本館に入り、最後の楽器を運び終えました。そして体育館に戻ろうとすると、真央ちゃんが渡り廊下に入る出入り口の前で、立ち止まりました。真央ちゃん。不思議に思って真央ちゃんを見ると、西口の方をじっと見つめているのです。西口の一番奥には音楽室があるのですが、暗くて先が見えないほどの闇が広がるだけでした。真央ちゃん、どうしたの？もう一度聞き、真央ちゃんの体に触れると、震えているのです。どうしたの？ねえ、早く行こうよ。少し怖くなり、真央ちゃんの手を引くのですが、びくともしません。すると、真央ちゃんが、あっちから誰か来る。こっちに来るの。呼んでるの。と、西口の方を指さし、にやりと笑ったのです。そんなわけないじゃん。みんなも先に行っちゃったよ。気のせいだ。私はその時見てしまったのです。闇が広がるその方向から白く浮かび上がる、それを。長い髪を振り乱し、首を前後にガクガクと動かす女の姿。それは確実にこちらに向かって進んでくるんです。全身の血の気が引いたような感覚と
震えが止まらなくなり、目を離せなくなってしまいました。私は狂ったように真央ちゃんの手を引き、無我夢中で渡り廊下を駆け抜け、体育館へと戻りました。真央ちゃん、大丈夫？息を切らせ、真央ちゃんを見ると、何事もなかったように、いつもの真央ちゃんがそこにいたのです。どうしたの？変なの。そう言って、真央ちゃんが笑う姿を見て安心した私は、きっと夢だったのだと思い込むことにしたのです。その後、中学に上がり一年が経ち、言葉を失いました。いつも笑顔で明るい、あの時の真央ちゃんではなかったのです。髪は伸び、腰まで伸びた髪はボサボサで、表情はどこか不気味でした。あの日以来、真央ちゃんとは疎遠になり、あの時の話は心にしまっておくことにしました。後から調べて分かったことですが、コックリさんとは、コクリさんという、キツネ、犬、タヌキという文字を用いた動物霊の降霊術だそうです。ですが、一部地域では、キツネは神として祀られており、お稲荷さんなどと言われているようです。真央ちゃんが変わってしまったのは、コックリさんが関係あるのでしょうか。そして、あの時見たものは、コックリさんの霊だったのでしょうか。今ではもうわかりませんが、あの時見たものは、コックリさんで私は間違いないと思うのです。ですが、キツネや犬やタヌキといった動物の霊だとか、そんな単純なものではなく、もっと邪悪な何かだと思うのです。首をガクガクと前後に動かす。例えるなら、こっくり、こっくり、とうなずくような姿。それが私たちが呼び寄せてしまった。こっくりさん。そんな気がするのです。